謎のアンコウという釣り具の仕掛けになるんですけど、まあ、天秤仕掛けと言われている、まあ、こちらに持っているこういう形のものがちょっとね、魚の変わった形になって世間を騒がしているということなので、実際ね、これを使って釣りをしてみたいと思います。そこを引っ張ってくるとこれがこう提灯のように誘うわけです。だからミミズが勝手に動くとこれも動いてるし、引っ張ってくると何かに引っかかりながらこれが勝手に誘ってくる。で、ここ夜の場合はこれが光ってるんでさらに魚を誘えるという、本当に提灯アンコウのような仕掛けになります。意外とやっぱり引っかからないと引っかかりにくい。謎のあんこを使ってみた感想なんですけど、まあ、こんなねとぼけた顔をしているんですけど、実際使ってみるとそこがね平べったくなっていて横に倒れない。そして針がね上にあることによって引っかからないんです。普通やったらこういうのって横に倒れちゃったりして引っかかりやすくなっちゃうんですけど、これに関しては結構、ね、理にかなった構造だなっていう。意外とこのシルエットでどうなんかなって思うんですけど、釣りをすることに関しては結構細かいギミックがいっぱい詰まってて面白い、作品だなと思いました。謎のアンコウに関しては釣れるかどうかわからないレベルまでかけ離れた見た目でしたが、釣れる要点と楽しい釣り具としてのバランスが取れた仕掛けの概念を覆した仕掛けになってました。